はい、皆さんこんにちは。楽タップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しております。ということで行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたことを感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかそのお時間少しでも皆さん方のお役に立てて、タップの楽しさを共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。こちら前回から少しちょっとリニューアルしております。まず今日やるステップ、それに引き続きステップの解説に行きたいと思います。でそのステップの解説はもう本当にシンプルにステップの順番だけを解説しております。そしてそこから少し一緒に練習して、最後に曲に合わせて踊っていきたいと思います。そしてまとめのコーナーがあって、その後におまけのコーナーということで、そこでそのステップのワンポイントコツを解説しております。ですのでステップの解説で今日のステップできたよっていう方は、もう一緒に踊ったところで視聴終わっていただいていいと思いますし、もしねどうしてもうまくいかないなという方は、ぜひ最後のおまけのコーナーまで見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで本日のテーマは、前回に引き続き狭いスペースでやるタップダンス。前回に比べて足を大きく動かしておりますので、それでもこのスペースでできますよというところを解説しておりますので、ぜひ最後まで楽しんでください。それでは早速行ってみましょう。よーいスタート。それでは今日のステップ行ってみたいと思います。はい、せーの。というステップになります。それではステップの解説行きたいと思います。私今日右足から始めさせていただきます。右足からプレスクランプロールで、で5、6、7、8、4、1タッタラッタディッディタアーとちょっと細かく音を入れていきます。で、プレスクランプルロールなんですけど、それをちょっとエッジでね、こっちのつま先かかとのこの感じでやっていただいても大丈夫です。もちろんこれでも大丈夫ですけども、ちょっとこっちね、内側のエッジを使う感じでやっていただいても大丈夫です。それではやることを言ってみましょうね。最初5、6、7、8タララタタタタタタララタタタタタタドンドン。リズムはちょっと今も同時にやっちゃったんですけども、タララタタタタタタラララティ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 ドンドン。はい、シックセのタララタタティラッタタラララタラタラタドンドン。そしたらドンドンときたら、やることは次やっぱりプレスクランプルロール、はい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 です。タタ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 です。せーの、はあ、はあ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 。ここでおしまいです。でリズムはどうなるかっていうと、5、6、7、8、1、2、3、4です。まずさっきのが5、6、7、8、1、2、3、4となります。そしたら次はもうフラップスタンプだけです。タタティタタティ。今ちょっとステップ分かりやすくしてリズム壊したんですけど、本当はリズムは N1 ダンダダンダンです。そしたら今のところを一回後ろからプレスクランプルやってみましょうね。5、6、7、8、ダラララララララタタタタタタ。ちょっとねこれリズムが全部続いているので、ちょっと分けると分かりづらいと思いますので、一回頭からどうなるかやってみますね。5、6、7、8、13 4 5 6 7 8 n ダラララララララティティタティティタ。はい、6せーの。
まります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではゆっくり練習いってみましょうね。はい、6、7、ノー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 。止まります。おそらくね、大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは早く練習いってみましょう。はい、6、7、ノー。はい、6、7、ノー。はい、6、7、ノー。6、7、ノー。止まります。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。前回のね、パドル&ロールよりかはいっぱい足を動かしているので、ちょっと狭いスペースでやるのは大変だったかなと思いますけども、それでもね、このスペースでできますよっていうことを分かっていただいて、皆さん方も本当に立ってるスペースがあればそこで足をカタカタ動かして日常からタップダンスを楽しんでいただいたら嬉しいかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。それではワンポイントコツいきたいと思います。このコツはですね、リズムを大きく捉えるってことです。いつもだいたい普通はですね、1、2、3、4、5、6、7、8でなんか一つリズムが終わって次行くんですけど、8というふうに次のカウントにリズムがかかってますので、1、8でくくらずにこの1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8で一つのリズムって感じるのが一番ベストかなと思います。どういうことかというと、5、6、7、8、and 2というふうに7、8、ここでもう次の8、1に入ってますね。5、6、7、8、1で、2、3、4というふうにリズムが続いてますので、2、8で一つのリズムと捉えるのが一番ベストかなと思います。とにかくこのステップの一番のところはリズムをね、大きく捉えるっていうところを感じてもらえれば大丈夫かなと思います。はい、以上ワンポイントコツでした。今日もありがとうございました。バイバイ。